アスルクラド沼津15番菅井拓也です。よろしくお願いします。宮城県の仙台市出身です。好きな食べ物は肉、寿司、カレーです。今年で3年目になります。そうですね、まだまだ、チームとしても個人としてもうまくいってない部分の方が多いですし、我慢の試合が続いてますけど、そういった中で、粘り強く、戦っていきたいなと思ってます。いや、特にキャプテンだからこうしろああしろっていう感じでは言われてないですけど、やはりグランだったら先頭立って、やはりアスルクラド沼津の、中心となって、こういうものだというものを見せなきゃいけないですし、そういう部分では自覚を持ってプレーしなきゃいけないなと思ってます。そうですね、あんまり指示無理に出そうっていうふうにはあまりは思ってなくて、その時感じたものだったり、やはり言うタイミングだったり、言う言葉のチョイスだったり、いろんなものが人それぞれ個性があるので、そういうのは考えて、今このタイミングで言うべきなのか、この言葉で言うべきなのかはある程度ですけど考えて言うようにはしてます。そうですね、僕が入ってきた時も、アップからしっかり声出して自分たちで雰囲気盛り上げようっていうチームだったので、それはこのチームの良さでもあるので、それは続けていかなければいけないことですし、新しい選手にも、感じてもらったり伝えてもいかなければいけないところだと思うので、そこは継続して、チーム全員が盛り上げていければなと思ってます。ぶっちゃけないんですけど、走ってるところですかね。頑張って、運動量の部分を見てほしいです。ボールを持って何かできるタイプでもないので、運動量を見せておきます。モチベーションの上げ方、保ち方。そうですね、あまりこれをやってモチベーションが上がるっていうのはないんですけど、サッカーやる上で日頃の練習でやっぱ上手くなりたいですし、強くもなりたいので、そういう部分が根本的にあるので、やっぱそこをぶれずに自分の中で持ってることが、持つことができればモチベーションが下がることはないと思っているので、そこが常に自分の中であれば特にモチベーションの上げる必要もないですし、保つ必要もないのかなと思ってます。もしサッカーをやったら、普通にサラリーマンをしていたかなと思います。特になんかやりたい、これをやりたいっていうことも大学進学の時もなかったので、普通にサラリーマンやってたんじゃないかなと思ってます。ここだけの秘密を教えて、知ってる人は知ってると思うんですけど、僕双子なんですよ。知ってました？もともとアスルクラブ沼津に来る前まで、25年間ですか、ずっと一緒に育ってサッカーしてきて、初めては離れ離れになって3年目なんですけど、二卵性なんで似てない方なんですけど、
まあ僕はに全然似てないと思ってます。周りからは、は最初はなんか似てるみたいな感じで言われるんですけど、一緒になんか過ごしてれば全然似てないよねと言われますけど、なんか声とか最近なんか似てるなって自分でも離れて感じてます。めちゃめちゃ人見知りですね、僕よりも。1年間、戦ってまた来年も応援したいと思ってもらえるような、グラウンドで試合を見せたいと思いますし、最後皆さんと一緒に笑って終わりたいので、1年間僕たちと戦ってください。応援よろしくお願いします。走れアスル。